T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。今回も権利関係で全体の音量を下げた上で、他の曲を被せていきます。ご了承ください。さて、ステージ1でメイリンが仲間になったので、一緒にステージ2を進んでいきましょう。まさに悪魔城みたいね。いきなり大きめのゾンビですか。そしてこれ、落ちそうだな。大丈夫か。おわ？やっぱり落ちるんだ。警戒しておいてよかった。それにしてもオリジナルの曲がなかなか素晴らしいので、気になった方はぜひご自身でもプレイしてみてほしいですね。一応被せている曲も東方形ではあるのですが、私が適当に選んだだけあって雰囲気に合っているのかは不安です。まあねえ。甘い。お、ユニヘイ、いた？狙ってくるね。てっきりまっすぐとか3方向にいるかと思ったら、コントロール抜群じゃないか。あと突然飛んでくるメイドさんもいたな。東方形と悪魔城の見事なコラボだよね。お、怪しいけど特に何もなし。そうか。まあいろいろ試したくはなるよね。斧を投げる子も可愛いし、魔法弾を出す子も可愛いけど、侵入者に対して容赦ないですね。まあそりゃそうだね。メイドの鏡ということか。まあこちらもメイドですけどね。そうだった。やっ。こっちが出口か。回復ありがたい。剣タイプもいたね。壁向こうに攻撃する手段が今のところないか。メイリンは飛び越せないね。甘い。メイリン。レバン。起動にコツがいるけど威力は高め。昨夜の攻撃よりも強いんだね。あ、当て方にもよるのかな。こういう時はさすがにないか。めっちゃ投げまくることもできるし、ちょい投げもできる。でもやっぱり威力は低いんだね。その辺も月下とかと同じですね。え、ルーラーソード。顔が結構怖いね。ふう。敵の攻撃がかなり痛いですよね。ごっそり減る時があるね。特に斧が痛いかも。何かありそうだけど、そういうところにはなかったり。あれ？おお、これはいい勝ち。素晴らしい。こういうのがたまらないんですよね。嬉しい発見だね。よく見ればブロックも怪しいんだ。一つだけ奥にある感じだったね。ちゃんとヒントになってた。そしてレッドならぬブラックスケルトン。ブルーというかダークというか、復活するタイプね。音がまさにそれ。そうか、月下で言うと斧みたいに使えるんだね。しかもスピードは速いしいいですね。うお。なんだと、メイリンをしてすぐに倒せない。ああ、もう出せないし。さすがに HP が高いね。
まさかにタイルとは。でもこうやって近接でも慣れておかないとな。バックダッシュを使わずとも戦えますね。見た目ほどは怖くないのかな。むしろこっちの方が怖そう。こっちが本筋かな。食材だけのパターンも多いね。回復が欲しいけどいつもあるわけないもんな。ああ、回転床か。上にもトゲ。慎重に行きましょう。前はこういうところにわざと落ちたものですが、まあ試すこともありますけど、せっかくならやられずに行きたいですもんね。まあ一度くらいは頑張りたいね。レイリー、はいよ。レバニ、ナイフか。絶対何かあると思ったんだけどな。ってまた弓にやられた。ちょうどいい角度で撃ってくるのよね。プロです。よそろそろ回復がないと厳しいぞ。ここも下が気になる。じゃあ。よく耐えたね。もう気力が持たない。飛べるけどスピードはかなり遅いからね。危ないところでした。うわ、これ絶対追いかけられるやつじゃん。間違いない。ほらねえ。で、お、もしかして倒せるのかな。レイリー、ゆっくり追ってくるだけなんだね。しかも顔を攻撃すれば後退するし、そう怖がることもなかったのか。ただいくら攻撃しても倒せる気配がないですね。もっともっと続けようか迷いましたが、この辺にしておこう。倒せないっぽいね。これであと一撃で倒せてたとかなら泣けるけど。さすがにそれは。にゃ。ん？薬物式神？ああ、コーマ館のメイドだ。何しに来た？あなたがここにいるということは、この城はゆかりの息がかかっているということね。この城を作ったのはあなたのご主人様？それとも。勝手に質問するな。まあどちらでもいいわ。そこを通してくださる？やだよ、コーマ館の連中を通すなって言われてるもん。メイリー、また旅はある？そう都合よく持ってないですよ。物で釣ろうったって。よだれが出てるわ。何をバカにして。猫相手に話し合いは無理よね。まあ結局やることにはなると。おい、 HP がギリギリだったからね。
ここでこそ抜擢せっか。無敵があるらしいからそれをうまく使って。ただ前に避けるためには一度後ろを向かないといけないから難しいな。そうね。まだまだ弾幕には優しさがあるんだろうな。弾幕ってほどではないもんね。危ないところでした。手間をかけさせないで。悔しい。さて、通してもらいますよ。そんなことはさせないよ。私だってラン様の役に立つんだから。これ以上の乱暴はしたくないんだけど。サクヤさん。はい。また旅はありませんが。なんだ、また物で釣ろうと。お嬢ちゃん、猫じゃらしはお好きかしら。そんなもの。いつまで我慢できるかしらね。行くわよ。あれ、仲間になるわけではない。さすがに道を通してくれただけなんだろうね。まあそうか。ノーデスボーナスとか無理かも。さてこれでステージ2はクリアと。パートナーは増えませんでしたが次回もお楽しみに。ノクターン。近ごちだね、ノクターン。